はいどうもこんにちは、メズンです。ガチャもう行きましょうかね。ユッキー久しぶりの参加、天才です。はじめまして。はじめまして。もうこいつがおらな、やっぱりレッドスターズですね。ですな。リョーマ、ベートーベン、アトス、ランスロット X、ミカエル、うん、ですな。まあリョーマ、ミカエル持ってるんで、うん、それ以外欲しいです。だね、行こうかい。はい、速攻やな。了解しました。一瞬で行くな。早いな。星5出るまでガチャ。もう決めたらこれ行くっていうな、はい、バトスが一番やっぱ目玉やから。アトス目に結構火持っとう。かぶったらもう、おお結構出たんじゃん。はい、来たー。誰これ、何やね、星4やな。いらんなこいつ。見たことあるな、これ敵キャラで折れそうやもん、こいつ。ああミカエル出た。かぶった。かぶったんだ。ミカエルどんなんだっけ、強かったやん、もでも。強かったよ。9点とかある、確か。点下がっとんじゃん、ミカエル。え ?8 点なっとる、ミカエル。ええー。桜木も点下がっとるんやけど。何点 ?8.5 点なっとる。あ、劉備とか上がっとったかな。ミカエル。更新されたやん。ミカエル。下がったんや。点下がっとるぞ。マジかよ。うわーやな、これ。ベートーベン9点やん。ベートーベン欲しかった。ベートーベン欲しいな。早いやー、俺。でもね。雪村高いな。9点や、雪村。雪村、もっとすよ。龍馬、あ、龍馬10点やん。やっぱ、すげえな、龍馬は10点やな。やばい、ね。引いてもめっちゃ充実しとっすね、よう考えたらね。もう一回言っとたらいいんじゃん、とりあえず。被ったから。はい。もう一回。すいませんけど。ミカエルか。ミカエル使ったら覚えんな。早いね。明治ミカエルも進化した、あれ。いや、ゴブリンがまだなんですよね。ゴブリン全然来てないんすよ。うわありがとうございました。あー、ガラッとか。なんでやねん、ほんまこれ。ほら、あかんわ。ああ。やばいぞ、これ。うわ、闇とか出てた、こいつ。来た。うわこいつ、周期や、周期。これ、周期やな、絶対。なんでこいつやねん。なんでこの水が出るんやろと思うもん。あかん。ああ。いやあ。あと 20?4。うん、全部いっとくか。こうなったら。最後の最後、これは見せてくれんか、シングルガチャで。アトス欲しいな。アトスはもう強いっていう。9.5 ってこれもう龍馬の次やからな、こいつ。いや、強いで。俺だで、ヤマトタケルと一緒やからな。やばい、ロックオンワンウェイ持っとってやばいな。やばい。強いっすよね。かっこええな。うわー、知らない。ダメです。マグナム?ダメです。確定まだか。まだかじゃない。うわぁ。来てほしいな。ちょっと演出ないのは。まあ、金は余裕で出るな。金は余裕やん。そう!フェニックスや。懐かしい。おら!あと?2回!あと2回。うわぁ。おい!全部金やったな。確定やもんな、これ。かかん。こい!てて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 。うわぁ、かぶった。多いな、この知らぬ狩り。まぐり。知らぬ。ラストね。ラスト1回。でもまあまあ、もう星5当たってるんで、もう。ミカエルは、8点に下がってもだよな、あいつ9点やったのに。うん、まあ、イブも多分強ないもんな、チャットって俺は思うけど。イブまだ使ってへんな。育ててへんわ。うわ、演出ない。これで、ラスト金は出たぞ。あー、走れた走れた。でもあれやろな、新しい多分超絶出たらまた点数めっちゃ変わるやろな。うん、でその超絶使えるやつはめっちゃ強いやろ、多分また。剣心 9.5 やったやろ。うぞ、ほんま、神が。マシュラが出たわけ。多分そうやろ。ミカエル ?9.5 に上がっとったで。ミカエル、あと、ゴブリンだけなんですけどね。え、アラミスって、やばいんけ。マジっすか ?9 点やろ。いや、アラミスもなんか、アトスより上に入ってたんやけど。え?アラミス。あいつもやばい、確か。リスマーランキングでトップ入ってたんやけど。マジで?うん。SSK。いや、SS じゃなくて、S でなんかその、あ、アトスより上おるな。え、そうなん?アラミス。あれ、そんなよかったんや。SS ランクにはおらんな。SS ランクはナポレオンとかやろ。テキーラ、オリオ、坂本龍馬、ナポレオン、ウリエル。あ、ウリエルおる。ウリエル持ってないな、俺ら。持ってない。あ、こう限定やろ、あれ、ウリエル。超、重心者限定やろ、あっち。シャットガンか。でもまあまあまあ。デスランクにクレオパトラ、ルシファー、ベートーベン、ベルダンディ、アラミス、リュービー。リュービー、そこなんや。うん。あれ、トップ1等かと思ったけどな。あいつの強さ見とったら。確かにな。
あ、じゃあ、A ランクにアトスおるからな。デネブと一緒のラインにおる。デネブ強いらしい、普通に。らしいな。なんか、弱い弱いって俺ら言われとったけど。まあ、弱いね、見た目はもう、クソみたいな。なんか、やばいですもんね、あれは。いや、見た目はあれや、結構。使える見た目ではないですけどね。バクさん？え？バクさんやろ？なんでやねん。バクニのバクさん。バクニやけど、確かに。うわーでも、かぶっちゃいましたね、まさかの。かぶり多いな、まあ、マジで。もう、火充実しすぎやろ、で、量もおって。ほんま、神経とかもおるわけやろ。火はもう、シャレならんすね、これ。イザナミもおるしな。火多いな。ギルガメッシュ。まあ、モータクトもおるもんな。はい。サナダもおる。めっちゃかっこいいな。声見たつやろ、サナダ。神かわしました。うわ。で、まだブラフマ、こいつもおるし。ブラフマ。ハンゾーもおるし。もう使ってへんな、ブラフマ。やばいんすよね、もう。ウォッカなんかもうやばいっすからね、手つけてないっすからね。あ、こいつ星5なんやな、そういえば。そうっすよ、忘れとったもんね。ウォッカかぶっとった、そういえばワンチワープ、こいつは。はい、こいつがあれやな、こういうのを火吹いたりするかもしれんもんな。案外な。あー、次こいつ火吹くんやろ、うん、分からへんわな、火吹く、まあ、分からへんけど、確かに最後高森もあれやん、アポロも必要なってん、アポロもおるんか、アポロみんな持ってやろ、確かに。雪村9点なったもんな、今前も9点じゃなかった、あいつ高かったっけ、昔から。神川高かったよ、確か。ルシは 9.5 点ある、確か。知りません。ルシファーは強いですよ。ルシは強いからな。バルシあいつはやばい、評価はやばいな。いや、もう次ラストやなですね。ほんま3当たりにくいな。一回も当たってへんかな、俺あんだけやって。まだ1匹もですね。なんでまあ最後はまあ微妙でしたね、僕は。僕もか。いや、俺はまだ一応あれやん、ランスレックスっていうあれやん、持ってへんキャラもあってたら一応使えるというか。まあまあ、そうっすね。そうっすね。まあでもクソみたいなもんやったけど。いや、あいつもまあ使える、多分 1A で結構威力高い方らしいから。まあ僕とマヤシさんがちょっと下になっちゃったんですけど。あー、まあ、最後ヒカルさんがね、ベートーベンかアトスやな、どっちかっすね、もう、うん、でもリョーマ、まあ、からリョーマやな、リョーマでも持っとるよ、その3体引いたらおんの字やろ。まあ、それかそのさらに上を置く、リョーマ2体目っていうのもありやな。リョーマ持っとるもんな。俺、剣心、龍馬、俺を全部2体ずつ揃えるっていうのもありやな。やばいやろ。10点。10点、10点、10点、10点。えぐ。まあ、剣心 9.5 やからもう、強いし、あいつ。剣心強いわな、じゃあ続き使って。属性キラーや。でもキラー強いよな、その属性キラーは強いよな、ほんま。強い。どうでも持っていけるもんな、属性やったら。うん。しかもあいつ、ストライクショット強いからな。だいぶ強い、あれは。延長のやつですよ。よっしゃ。というわけで、まあ、次、ヒカルさんですね。久しぶりやな、ガチヒ君。そうやな。もうそれ多分、久しぶりな気する。だいぶ久しぶりです。いやな。なんでまあちょっと引きに期待しておいてください。というわけで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。